うまくなるってね。リさん、ヨッシーさんがコメント来ますよ。ジョダブコーディネーターなんですね。いいですね。相談したいです。らしいです。昔のお見合いのように条件伝えて、いい人いたら紹介してもらえる。どうしても、歪んでしまいますので、で、それで毎回こう、変える時間とか考えると、どうしても、ポリンですね。行ってしまうんですけど、ポリもね、なんかアルパワーラフだとちょっとな、で、ちょっと、なんか、スライスを持ち上げるならスライスで返すのが一番ですよ。でもスライスが嫌なら押すようなもっと厚い当たりでスイングしてみてとアドバイスしたら、後から腰を落として押したら返ったって喜んでました。グッジョブですね。否定するのはいいんだけどね、その解決策をね、伝えるっていうのは大事だし、こうやって自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いします。まあ今回もですね、はい、ちょっとテニスの話題に触れながら上達のきっかけを視聴者の皆さんと、ね、求めていければと思います。声ボタンと軸、チャンネル登録よろしくお願いします。まあちょっとですね、今ファントムの発売になりましたよね。で、これガットをちょっと変えようと思って悩み中なんですけども、結構ね、ガットって大事だったりするんですよね。やっぱガット選び一つで変わってくるんで、ごめんなさいね、消えますね、ちょっと。よいしょ。まあね、こうやってガットをこう変えるだけでも少しパフォーマンスが上がったりしますし、まあ自分的にはすごくこの打ち負けないラケットなんでね、ファントムね。なので、ああこれいいなと思ったんだけど、まあ、ガットがちょっといいんですけど、やっぱこう硬い感じがするので、さて何をしようかと、めちゃくちゃ悩んでるんですけども、父ちゃんとかみたいね、ナイロン貼ってもいいんですけども、僕も週末プレイヤーだったらナイロンと、ね、ポリのハイブリッドとか、ね、そっちに行こうと思うんですけど、まあ、毎日ほぼレッスンをさせていただいてるとどうしても歪んでしまいますので、でそれで毎回こう変える時間とか考えると、どうしてもポリンですね。行ってしまうんですけど、ポリもね、なんかアルパワーラフだとちょっとな、で、ちょっとなんか硬い感じがするし、レブだといいんだけどちょっとぶっ飛びそうな雰囲気があるし、抑えられないなっていうのがあるので、ね、リンクスツアー、リンクスタッチ、ツアーバイトにしようと思ったら、店長にそれ硬くねって言われ、まあ、ちょっと僕の方もですね、悩みながら、はい、結局何に決めたかというと、じゃじゃん、ブラストが一番無難かなと思って、変えてみました。はい、ぜひですね、皆様のストリング、これが好きです、あれが好きです、何にすればいいですかね、お知らせください。5、6、7本半取れば、15なので、14でギリいけるんですけどね、ちょっとさすがに失敗したら嫌だなと思って、はい、コメントお答えしていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。冒頭長かったですね。はい、本当にね、コメントをたくさんいただくので、途切れることなく楽しく、できています。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。上達するしないの法則で、アンチョンパンさんね、もうこの人じゃないかなっていう方とテニスをすることがあった、今度あったらこそっと教えてもいいかなと思ったら教えてくださいね。違うかな、褒められちゃったっていうので、いやでも本当にすごい言った通りだと思います。言い訳する人で何でもやっぱ言い訳するんですよ。まあ、自分もどっちかそういうタイプだったんで、やっぱりね、上手な人間を見てるとそうではないなっていうことに気づかされて、はい、自分もちょっとアンチョンパンさん目指して、マインドを持っていきたいと思います。ありがとうございます。また投稿してくださいね。はい、吉田さんありがとうございます。コメント拾っていただきありがとうございました。こちらこそ、もう長いお付き合いになりますよね。実は今日60になったんですか、おめでとうございます。はい、プレースタイルだけは変えないでいこうと思っています。常にサーブ&ボレーとリターン、ダッシュを死ぬまでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 PS、 今住んでいるところは川口市です。実業は、栗橋町、町現在合併で、あ、久喜市、今はなくなってしまったのですが、利根田園テニスクラブだ。へえ、そう、この間ね、僕いわゆるもう有名な
大学のテニスでも有名なところにいらっしゃった方がとねお話してて、でまあ、その方もちろんね、いろんな試合に出ていらっしゃって、もう自分よりもキャリア全然上の、ね、年上の方なんですけども、最近のテニスってラケットも良くなって、まあ、ナブラチロワとかね、マッケンローとかが昔ラケットちょっともういい加減にちょっとプロは規制した方がいいんじゃないかってお話を、されたのを思い出しながら話をしてたんですけど、やっぱりなんかみんななんか一緒こたんのようなテニスっていうか、まあ、それはね厳密にね、言えば変わるんですけど、昔ほど個性的なプレースタイルがあんまりこうないんじゃないかなっていう話をしてて、はい、で何が言いたいかというと、こうやってその吉下さんみたいに自分のプレースタイルを貫いて、で年だから軽いラケットにしようとかね、年だからちょっとねプレースタイルを変えようっていう、マインドではなく、ね、やっぱ自分がこうしたいから頑張ろうっていう、これ大事だと思います。そちらの方も、いやもう本当に僕はあの年齢までできたらいいなと思うぐらいで、しかもなおかつもちろん自分の年齢から上っていうのはプレースタイルってね、ちょっと薄いグリップでとか木のラケットとか、ね、そこからカーボンが出てっていうね、時代、だったんですけれども、やっぱりアグレッシブなプレースタイルを同年代の人がねこうつなげていくの多い中、ね、やっぱそういうな新しい変化を求めていかないと、とか自分のやっぱやりたいテニスを追求していかないとっていうおっしゃってたので、それを考えると吉沢さんも素敵だなと思いますし、僕もできるだけそのために体だけは、はい、鍛えようと思ってますんで、ね、はい、ありがとうございます吉沢さん、頑張ってくださいね。そしてお誕生日おめでとうございました。はい、CBR66 さん、ありがとうございます。頑張って、いやー気が合うなって言ったらすげえ失礼かもしれないですけど、嬉しいですね。上達しない人って自分の頭で考えないところがあると思います。同じミスしてね、あーってなんでうまくいかないんだろうってね、ありますよね。そういう、かすれた当たりでネットしまくりなので何度でも繰り返す人がいます。やっぱり CBR66 はコーチでしょって言いたくなるぐらい、いやこれねコーチだった場合は言いづらいんですよ。だからせめてアウトしてでもいいから熱い当たりにしてくれた、かすれた当たりのネットミスってもう一番ちょっとね、はい、うんって感じですよね。あ、そう、スライスを打たれるとね、普通にドライブ打とうとしてかすれた当たり、ね、ネットしまくりなのに何ででもね繰り返します。見かねてスライスを持ち上げるならスライスで返すのが一番ですよ。でもスライスが嫌なら押すようなもっと熱い当たりでスイングしてみてとアドバイスしたら、後から腰を落として押したら帰ったって喜んでました。グッジョブですね。否定するのはいいんだけどね、その解決策をね、伝えるっていうのは大事だし、こうやってやっぱアドバイスも大事だよね。インストラクターでも2パターンいて、あ、それダメ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 って、なんで、でも具体的なこう解決策じゃなくてダメ出しをして終わるとか、それは良くないので、まあだから、まあこういう方法もありますよっていうのが一番理想的だと思うんですけどね、うん、だからこの CBR66 やっぱコーチでしょっていう感じの、ナイスアドバイスですね。いやこういうね、さりげなくサポートしてくれる人がいてくださると、ね、テニスをやってる方も楽しくできるんじゃないかなと思います。その方はテニス歴は軽く20年は超えてるんですが、今頃そんなことに気づいたのかとちょっと驚きました。確かに同感です。人からアドバイスをされないと自分から試行錯誤しない人っているんですよね。普通失敗しまくったら狙ってスライス打たれていることがに気づくはずですが、なんだ、片割ら目だからそば目、すいませんバカで、からは問題意識があるように見ませんでした。その方はスクールにも長期間通っていたようですが、今までのコーチが誰も指導しなかったのも驚きです。もしかするとコーチの指導したのをこう流れてるかもっていう、まあ、2パターンあるんですよね。だからいやしてると思うんですけどね、しなかしてないのかなっていう、はい、言われても響かない人とか、ああそう分かってんだけどできないんですって言ってそのまま終わってしまって試合に出てパフォーマンス上がりませんとか、よくあるのラケットこうはいかないでくださいねって、まあ、過去の話でね言ってるのにずっとこうしてる人、いやだからここで止めないとって、だからグリップ熱いままこんなになっちゃう、そういうそのなんだろう試行錯誤って必要ですよね。あとはポンってしたアドバイスをこう聞いてそれをこう試してみる、でそれに対する回答をしていくといいんですけどね。できないんですだったらもうそこから進化していかないので、ね、現状維持は後退と一緒ですから、ましては、ね、現状維持をしようと思ったら大体こう退化していきますからね。はい、おっしゃる通りだと思います。はい、リュウさん、先週厚グリムのメンバーにバックのローボレーを嫌というほど打ち込んであげてました。
笑えるほど決まる。でも長年アスクリップでやってるので気づいてもらえなかったな。相変わらず私はコーチングはしない派なので、気づくまでバックのローボレを打ち続けてみようかしら。何かしら取り方を考えるかもしれないね。しね、あ、髪が薄いのは厚栗のメンバーのことです。とりあえず私は少なくなってもハゲてますよ。いや、伊さん、ね、めっちゃ拷問じゃないですか。はい、通ずるところがあります。そこからそれからテニシング飲み会良いですよね。参加できれば加藤コーチ、きっちり潰してあげますよ。飲んで飲んで飲まれて飲んでって、もう川島英語になっちゃいますよ。はい、というのでね、のはい、テニシング飲み会開催いたします。はい、ぜひ興味のある声かけたい人もいるんですよ、実際にリアルで。でも声をかけてしまうと、そういう方って、ね、でもそういう方の話とかエピソードも好きなんですが、そういう風になってしまうと、なんか来ないとダメだなっていう、なんか強制感に駆られちゃうと良くないなと思うので、もし僕の周りの方で、はい、これはまあ視聴者さんの方からね、いただいてやればどうですかって言われたので、ぜひですね、はい、あれやるんですかってお声かけいただければと思います。12月末にやる予定です。ありがとうございます。はい、ヨッシーさん、人に好かれる人はテニスが上手くなるってね。リーさん、ヨッシーさんがコメント聞きますよ。ジョダブコーディネーターなんですね。いいですね。相談したいです。らしいです。昔のお見合いのように条件伝えて、いい人いたら紹介してもらえる。引き合わせてもらったら、あとは当人同士よろしくみたいな感じですかね。仲介手数料はお支払いします。というので。ね。今なんか、割と若い世代の子って30以下ぐらい、なんか30前後からかな。なんか、マッチングアプリ、テニスバージョンとか出ないですかね。なんかね、マッチングアプリで普通になんか付き合いましたし、普通に周りにの年下の人もめっちゃいて、あ、そういう時代になったかってね。もうリンリンクラブとかそういう時代じゃないので、そういうのはテニスのねアプリ、そういう開発したらで、ね、いい感じじゃないかなと思いつつ、はい、リスさん、ヨシさんから来てますんで、ぜひ、はい、長崎行った時はコーディネーターでよろしくお願いします。こっち来る時はあってもいいかもしれないですね。あ、じゃあ、龍一さんが組めばいいんじゃん。偉そうに申し上げたんですよ。という形で、今日はこれで終わりたいと思います。どうも、ありがとうございました。